息についてマイドン、どうもマイドンです。今日はですね、私の最近やってる超時短メイクを紹介していきたいと思います。もう本当にね、最近ずっとこれなので、なんかもはや毎日メイクみたいな感じなんですけど、今ねオンライン授業とかでもうちょっとメイクめんどくさいな、でもちょっと盛りたいなっていう人のために、プチプラとかドラコスで超時短なのに超盛れるっていうコスメを今日は紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということで早速レッツゴー。はい、ということで時短メイクやっていきます。まずはですね、ミシャのクッションファンデーションのモイスチャーの方を使っていきたいと思います。マジでほんまにこれは時短メイクには必要なものやと思う。私はツヤ肌の方がね好きなので、モイスチャーの方を選んだんですけど、マジですごいうるうるになる。今までねデパコスとかのクッションファンデとか使ってきたんですけど、結構よれたんですよ。でもこのミシャのクッションファンデは本当によれないし、何よりもね塗った後の肌がめっちゃ綺麗なんですよ。なんかファンで塗った後ってさ、特用のなんかファサファサ感、粉感みたいなのがあるやんか。あれは全然なくて、もうすっごいみずみずしい肌になってくれるから、本当にツヤ肌が好きな人にとっては本当にいいと思う。カバー力もね普通にあるし、ポン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 ってやってあげるだけで大丈夫なので、こっち側が塗った肌でこっち側が塗ってない肌です。ほらめっちゃカバー力あるでしょ。近くで見ても別にそんな塗った感っていうのはなくって、めっちゃね綺麗なカバーをしてくれてます。ただねこのね付属のパフだとちょっとねここら辺とかの細かいとこが濡れてなかったりするので、そこはちょっと指で伸ばしてあげる感じでやってあげてください。はい、塗った感じこんな感じです。すごいツヤっとしてます。で、私的にはねこれだけで十分だと思うんですけど、もしね皮脂崩れとかが気になる人は、このセザンヌの UV クリアフェイスパウダーの01番を使ってあげるといいと思います。本当にちょっとねファファファーってやるぐらいでいいと思います。鼻とかおでことかちょっと気になるところにワンポイント入れてあげるだけでいいんじゃないかなって思います。次コンシーラーをですね、いつもと同じザ・セムのミネラライジングクリーミーコンシーラーの 1.5 番ですね。なんかこの種類はなんかあんまり売ってなくて、もうちょっとちっちゃいやつが売ってるんやけど、それでもいいと思います。本当にこれはねポンポンポンってやって伸ばすだけなので、私的に最近ねコンシーラーはプチプラヤとザ・セムで、デパコスヤとイプサのねクリエイティブコンシーラーがおすすめです。はい、消えました。次は眉やっていきたいと思います。いつもねペンシルを使ってるんですけど、今回は時短っていうことでもう最初からパウダーで描いてしまいます。これもいつもと一緒でケイトのデザイニングアイブロウのライトブラウン系の色を使っていきます。細い方の筆を使ってあげると簡単に描けるかと思います。2つの色を重ねて使ってます。スッと取って、でまずはここの眉山から決めていきます。はい、こんな感じで結構ねこれ細いから描きやすいと思います。次眉頭は下の方からスッ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 と描いてあげます。毛並みに沿って描いてあげる感じです。次は上を描いてあげます。まあ実際ねアバウトに描いても後で眉マスカラやってあげるので、眉毛はねこんな感じです。じゃあ反対もやっていきます。はい、眉毛こんな感じで、そのままこのデザイニングアイブロウを使ってノーズシャドウを入れていきます。こっち多めでこっちを少し取って混ぜてあげる感じで使います。まずはねここから丸く塗ってあげます。こんな感じでね丸く入れてあげて鼻先を細くします。これだけでも全然違うんですけど、ここのラインに入れていきます。そんなにね鼻のラインが私みたいに気にならない人はハイライトを上にピッてやってあげるだけでいいと思います。あと立体感を出すためにここにも入れていきます。目のここね、ここ割とねPC とかでズームとかやるときって顔がねすごい暗く見えるから、影とかがすごいね意外と濃く見えたりするんで、ここら辺の影とかはちょっと薄めでいいのかなと思います。あんまり入れすぎるとねもうなんかゴルゴーみたいな感じで見えたりするんで、はい、で最後ねこことここに入れていきます。はい、ということでノーズシャドウこんな感じでございます。まだ眉毛が終わっていません。眉マスカラをしていきます。キスミーのヘビーローテーションのカラーリングアイブロウナチュラルブラウンを使っていきます。じゃんじゃんじゃん、もうこれはもうサッ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 ってサッサッサッ
さっさっさ、はい、こんな感じです。はい、眉毛終わります。今のところノードシャドウが一番時間かけた気がすんねんけど、鼻命ですから鼻が。はい、次はですね、目をやっていきたいと思います。アイシャドウはミシャのトリプルアイシャドウを使っていきます。これね、めっちゃ色の種類があって20種類ぐらいあります。かもね、お安い500円ぐらいで買えるんですよ。これね、指でさって取るだけでグラデーションができるんですよ。なのでね、時短メイクにはもってこいだと思います。さっさっと取ってあげて、はい、でね、指で取ってみるとこんな感じで取れるので、この黒い部分をこの目の縁ら辺に来るようにして、このピンクのやつをさっ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 と塗ってあげるだけです。で、ちょっとわかりにくいかもしれんねんけど、しっかりグラデーションになってます。ここがね、ブラウン、ピンクっていう感じにちゃんとなってくれてます。結構ね、ふんわり乗ってくれるので、なんか下手にね、自分でグラデーション作るよりも綺麗にグラデーション作れるんじゃないかなって思います。で、下まぶたなんですけど、この真ん中の色をまぶた全体に塗っていきます。そんなに濃くは塗らなくていいです。あんまり下まぶたに重ねすぎるとオンラインの時とかはすごい疲れた目に見えてしまうので、眉尻のこの3分の1のところの際のところじゃなくて、もうちょっと下の部分にブラウンを乗せていきます。本当にね、ほんのりで大丈夫です。はい、ということでこんな感じでございます。ケイトのダブルラインエキスパートで涙袋を描いていきます。キラキラで涙袋を作るっていうよりか、もうこれだけで涙袋を作っていくっていう感じです。はい、ということでこんな感じでございます。次、アイラインやっていきます。アイラインはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの02番のブラウンを使っていきます。もうこのアイラインは全部には引かずに、この目尻のところ3分の1だけピッと引きます。ちょっと黒目にかぶるらへんのところから。ちょっと目を強調させたい人は、ここの幅を太くしたりとか、あとは長めに引いてあげると目が強調されて見えると思います。これだけで全然目の感じ違うと思います。で、こっちも引いていきます。で、次はね、まつげを上げていきます。まつげをしっかり上げてあげると、そんなにメイクが濃くなくても目がね、強調されるので、まつげに関しては重要です。とマスカラもヒロインメイクのロング&カールマスカラのスーパーウォータープルーフ01番使っていきます。で、次、下のまつげやっていくんですけど、今回はね、時短メイクなので、黒目の下の部分を塗って黒目を強調させていくだけで終了します。下まつげってね、本当になんか失敗しやすいから、もうなんか長いところをちょっと強調させるぐらいでいいと思います。はい、こんな感じで、ちょっとナチュラル目なんですけど、で、これで目は終了です。で、次はハイライトやっていきます。もうハイライトも実際この鼻だけでいいと思います。次、チークですね。チークはこのサナエクセルのオーラティックブラッシュのシャイガールを使っていきます。こういうブラシがついてて、こういう感じでグラデーションになってるんですけど、私はね、これ逆で、上下逆で使います。さっ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 と取ってあげて、さっ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 と塗ってあげるだけです。はい、もうほら、さっさっさって塗ってあげるだけでチークできるので、私みたいに丸顔の人はこの向きでやってあげた方がうまく入ると思います。で、面長の人は逆にこの向きでやってあげるといい感じになるんじゃないかなと思います。このチークもめっちゃ時短でしょ。もうさっさっさってやるだけやから。最後、リップですね。こちらもサナエクセルのニュアンスグロスオイルのドライフィグという色を使っていきます。色はこんな感じです。結構グロスオイルにしてはすごい発色してくれます。これはね、もうこれ一つで口が完成する。もうなんかリップ塗ってグロス塗ってとかしなくても、これだけでも保湿もされるし、しっかり色もついてくれます。もう自粛期間中でリップ塗ってなくても口がカッサカサみたいな人もおると思うね。それも消える。で、ちょっとね、上の唇は、形的にね、塗りにくいかもしれないけど、後でね、パッパッパってやってあげれば大丈夫だと思います。パッパッパ。
で、ちょっと指で沸かしてあげたら、はい、口はね、こんな感じです。すごいプルプルやし、色もしっかりついてくれてるから、本当にこれ一つでね、リップが完成します。はい、ということで、時短メイク終了でございます。もう目とかは実際アイシャドウを塗らんくてもアイライナーとマスカラしっかりやってあげるだけでも全然違うと思うので、ほんまにもう時間ないっていう時はアイシャドウやらなくてもいいかなって思います。はい、ということで今回の動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。